スカイボンジュール。タブレットで自分を探します自分の名前を検索。出てきた。蚊に刺されて真っ赤なの。蚊にか蚊かわかんない。なんだ、刺されたんですよ。ありがとうクマ。あ、クマくれた人あれじゃん、あのかき氷の人ちょっと喉がやられました。お元気だけどちょっと喉がやられた。あれ、コメントが見えない。横はダメってこと？縦じゃないと見えない。そういうこと。なんかさ、昨日さ、昨日ちょっとだけ喉がなんかガラガラしてて、今日の朝起きたらなんかもっと進行してた、悪化してて。ちょっとそんなに別にめっちゃ痛いわけじゃないんだけど、ちょっとなんかめっちゃなんていうんだ、喉がなんかガヤガヤする。めっちゃちょっとひどくなってきてる、少しだけだけど。でも元気です、大丈夫です。なんかきれいだね。でもかきれいだとさ、ずっと一緒にいるじゃん、あの遠く会とか。市内持ってる絵の後ろ走ってるの見たけど、すごい光景。なんかめっちゃヤバい人だったのでしょ。ありがとう。さっきまで雨なめてた。さあ、ここさ、風の分類なんていうのやつで、風の種類で一番嫌いなのが喉痛いやつなの。喉痛いのって本当に嫌だ、寝れないくってね。40分からじゃ。そう、今日じゃん。タブレットつけたけどこっち見てた。じゃん、え、娘さんだ、やっほー。でもそんなに痛くない。40分からラジオだった。40分にやめようラジオの時間にやるのはよくない。ちょっと忙しかったからもう記憶がおかしい、見バレ7分です。あ、そう、今日の、そう、こんばんは、こんばんは、こんばんは。お手紙届いたよ、色鉛筆と。ありがとう。鼻ぐずぐず系、え、なんかわかんない、わかんない、いろいろ系。あ、写真がね、今ですね、ちょっと待ってね、
7人です。ありがとう、みんな送ってくれて。送ってくれた人はもう絶対覚えますから、確実に覚えます。でも7枚じゃないよ、7人から送られてきてて、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21枚です。今どうすごー、ありがとう。7人送ってきてくれた。喉がもう喉痛いと喉痒くないありがとう猫ちゃん、歌ってる。なんかじゃあサメ会にツーショット会来てない人は自分の顔の写真送ってください。そしたら覚えます。今日ね練習してて、でそれで何だっけ、すごい、やったタワーありがとう、しんちさんありがとう、すごい。これ何のあれなの、何の季節なの今。ありがとうございます。もうちょっとなんだっけ、名古屋ガールズフェスティバルとの性欲の目公演の1日のが終わったらちょっと映画くので待ってください。ちょっと写真撮っとかないと。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。無事仕事に行けたみたいで今日あと3分で40分になっちゃう。なんかねさっき9月に着ようと思ったなんか服T シャツで覚えられた。あとだから写真いるよ。写真大事だよ、写真大事、大事だよ。9月で着ようと思った服を見てたっていうか、これ着たいと思って見たら在庫がなくて、なんかね前ねココハのなんかお洋服をなんか一緒に選ぶって言ってココが見てたので、これいいじゃんって言って見せて、かわいいってなってカートに入れようとしたら全部予約商品っていうか、なんていうの、再入荷待ちみたいなので、ここってセンスいいんかなと思って思ったわけですよ。いいのかなセンス。ではあと1分、ラジオの時間にやんない方がいいよね、ショールームって。あんまり何ち名前を覚えました。ですいいみたいです。ラジオの時間、どうしよう。でもさ、なんかのパチパチパチさんのさ配信がしてたからさ、配信やってたんだけど、終わってからにしようとしてた。どう思いますか、ラジオの時に配信しない方がいいと思いますか、した方がいいと思います、した方がいいと思いますか、しない方がいいと思いますか。でもラジオってさ買わないとさ聞けないんだよ。ついでに届くようにありがとう。
やばい40分になった。えねどうしよう。パパパパ、どうすればいいと思いますか。何も言ってくれない、何も言ってくれない。えでもさ、ラジオってさ40分から9時10時ぐらいまでだよね。パパはラジオ聞く。まあいっか、配信しときます。配信しますね。ちょっとだけ。やばい、喉かゆい。なんか喉ってかゆくない？意外が50分までだって、ラジオだから。50分になったらもう一回始めますね。一回バイバイするね。それでいい？いいで、一旦バイバイ。また10分後に始める。一旦バイバイ。ちょっと仏像読んでないんだけど、一旦バイバイします。一旦バイバイ。ラジオ聞いてね。バイバイ。ラジオ終わりました。あの念仏ね。キャピココです。ラジオどうでしたか。もう喉やだ、喉やだ、喉痛いの一番嫌いなのに。飴舐めます。喉痛いと寝れないしさ、練習もさしにくくなるから嫌だな。ドアメ買います、明日。思ったより大きすぎた。で、赤い、ほら、刺されました、何かに。赤いでしょ。お茶でうがいすると喉にいいよ。お茶ね、お茶ないんだよね。お茶ないんですよ、お茶。
違うよ、ほら刺されたんだよ、めっちゃぷくってなってる。なんか笑ったら痛くてびっくりした。蚊かダニかなんだろうね。蚊に生まれ、いやこんなんですよ蚊。なんかさめっちゃさパンパンなの、めっちゃチークじゃない、枯れ刺されたパンパンなのね、ここでさ笑ったらなんか痛かったでもなんかわかんない、やばいでしょ、ほらなんなんだろう。お茶がない、はないんじゃないの。これのせいで救援はやばい、それはない。うん、脱ぎたかったらさ魔劇王のさ歌えなくないあれ死んじゃうよ。えねチキ見たよ、本当にさっき見た、おめでたい。リンゴジュース飲んでます。なんかねご飯なくて朝ご飯なくて食べるものがないんですよ。食べるものがなくてなんか朝ゼリーを食べてるのね、あの飲むゼリーみたいなの分かる、なんかさジューっていうゼリー、あれをね飲んでるんだけどね、お腹すくね。違うあれ手だから、ドスコイの手だから。いやなんかママが送ってくれたやつとかはもう終わっちゃって、なんか朝食べれるようなね、全部終わっちゃって、なんかもうなんかなんて言うんだろう、ハンバーグとかはさ朝食べないじゃん、そういうのしかなくなっちゃった。これだから、朝からハンバーグはちょっと温めるのに時間がかかるから、うん、うわコーンフレークあるわ、そういえば忘れした、あった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 、コーンフレーク、牛乳はね飲まない人だから。やばあと3分で仏像読みます、一旦いきます。13位、モモズセロソウルさんありがとう。12位、ちょっと待って見えない、中さんありがとう、あ昨日会いに来てくれた方だ、ちょっと待ってね、なんかねこのアバターが動くのよ。11位、パンダの帝王さんありがとう、昨日会いに来てくれた方だねやばい時間やばい。10位、のぶたんありがとう、12期行きすぎ注意で9位、ねんださんありがとう。8位、ともとまりありがとう。7位、銀河の踏切さんありがとう。6位、猫のドライさんありがとう。5位、エンジさんありがとう。4位、中っぺい宮崎先生ありがとう。3位、マサさん12期2期
朝ありがとう、かき氷の人に、きすけさんありがとう、いちしんちさんありがとう、たらもありがとう、ほぼ来てくれた人だね。かき氷は一生忘れません。12曲のシャンナ、いやそれはことはない。おやすみボンジュール。お風呂に入らなきゃいけないの、めんどくさいけどお風呂入ります、頑張って入ります。おやすみボンジュール。水でうがいします、お茶ないので。バイバーイ。